よろしく、よろしく。カエル化現象についてダメでしょ。この人がキスできないと思って。あ、もう自分のものになった。安心。注射券が届かなかった。すいません、パスも届かないですか。はい、どうもでござる。まるまるチャンネルのまるでござる。まろです。まるまるチャンネルでござる。よろしくお願いします。よろしく、よろしく。続いて語っていこう。皆さんはご存知ですか？蛙化現象知ってますか？意味を調べたので読みますと、はい、心理学用語の一つですということです。へー、あったよね。あったよね。2回ぐらい。2回もあったっけ。私はですね、蛙化現象になったことはないけど、でもそれに似た感じで、好きなのにこれをされたら冷めるっていうのはある。それをじゃあ紹介していきます。はい、それではやっていくでござれ。なんでさ、無理だと思ったの？1回目の時は好きで付き合って、うん、結構送ってというか、向こうが あんまりこう先に進まないっていうか、最初は一人だけ出せないタイプの。でもいい人なんだけどね。いい人だったんだよ、うん、でもなんかね、この人と突然ね、うん、突然、うんうん、この人とキスできないって思って、本当になんかダメだったんだよね。でそれを思ったら、うん、突然生理的に無理、生理的に無理というか男性として見れなくなってしまって、うん、もう破局したでござる、うん、もう一人の人は？もう一人の人はなんか付き合うまで、まあ、好きだったんだよね。ほんで付き合ったらなんかすごい冷静になって、あれ冷静になるじゃん、付き合ったら瞬間に。え、ならんよ。安心するじゃん、なんか付き合うまではこの人を手に入らないから、うん、頑張ろう頑張ろうと思って頑張ろう頑張ろうってやっとんよ、うん、でも付き合った瞬間に、あ、もう自分のものになった、安心ってでなっちゃったんだよね、うん、でそうなると、うん、自分なんかすごい冷静に見えるようになるわけ、物事が、うん、うんうんうん、なった時に、なんでこの人と付き合ったなんで付き合ってる、何が好きなのこの人のってなって、うん、あの破局したでござる。全然そんな経験ない。後々あるよ。なんか別れた後に思い返して、あいつ嫌やったなとか。ああ、そう。それは嫌あるけど、そうですよ。それ以外はないね。うん、じゃあ私がさ、うん、冷める瞬間をさ、ちょっとまとめたので発表して。まとめたんや。しかも、しっかりプレゼンしようとするこの子。いや、でも共感できるかできないかを教えてほしい。共感できる、共感できない、うん。じゃあまず、付き合ってる相手の人とか、まあ好きな人とか、うん、が本気でなんか怒られてる姿を見ると、ああ、ちょっと気まずってなってさ、ちょっと冷めん。わかる。ダサいっていうか、なんか何したん、うん、なんかちょっと気まずい。そう、気まずくて、なんかちょっとさ、こっちもさ、どういう顔していいとかさ、どういう対応していいとかわからなくなるじゃん、うん、それが嫌で冷める瞬間の一つだなって思う。確かにね、うん、普段見ないからすごい細かいね。でもそう、細かいよね、うん、だけどこっち側から見た今は男性のって感じだけど、うん、そう、男性側から見たのもあると思う。全然あると思う。怖い、怖いよね。何思われてんの、ね、何思ってんの、何思ってんの、教えて。次ね、うん、フードコートで、うん、こうお盆を持ってこう、うん、席をこう探してる姿、これはめっちゃわかるなって思った。あー、ちなみに、え、取っとかんかったってこと、席を取っとかんかったのが嫌じゃなくて、なんかこのポーズがダサいじゃん、どう考えたって、マデがそこでフードコートで待ってる姿、うん、はい、うん、でもマデを探すためにこんな感じでこうさ、こう気を倒してさ、そういうこと、その、うん、こうお盆を持ってこう、うん、キョロキョロ歩くっていう、それがダサいってこと。ダサくないよ。だからなんか一緒にフードコート行けないよ、そんな。いや、それは気持ちわかるなって思ったよね、すごく。わかります。だからわかる人、わかる押してください。じゃあ次、最後ね、うん、駐車券が届かなかったの、うん、それはわかる、わかるわ、ほら、わかる、わかる、わかる、ほら、ちょっとなんかって思うところは、でもキャラにもよるかもしれんけど。あ、確かにね、普段カッコつけとるくせに駐車券届かんかったら、わっ、逆に言ってそうってなるけど、運転初めてするんだよね、あで、そうやったら届いてないじゃんって言えると思う。確かに確かに、うん、相手の人による、うん、駐車券届かんくてさ、うん、こう手をこう伸ばすところとかさ、降りたり降りたりするところとかダサいよね。ダサいね、ちょっと
セッションもやったことはあるんだけれども、それを、うんうん、ちょっと自分自身もすごく恥ずかしかった。やっぱそうだよね、うん、結構恥ずかしいよあれ、一人だったとしても。たださ、私のさ、逆カエル化現象行動を言っていい？私がやってしまった。あ、いいよ。東京で高速道路に乗ろうとしたの、うん、レンタカーやけ、うん、一般じゃん、一般でこうブーンって行くじゃん、うん、で私料金を払う、うん、そこをウォーンって通り過ぎて、そのこう開くとこあるやん、そこの目の前まで行ったの、うん、であれ払うとこないじゃんって思って、こうやって後ろ見たら後ろにあったの。普通ありえんところでバックして、うん、で、じゃあ何円ですって言われるじゃん、うん、車に乗るときに荷物を後ろにやっとったんよ、うん、はい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 、えっと思って、パスも行けますかすいません、パスもでも大丈夫ですかって聞いたの。いや、パスも無理みたいな感じで、うん、まあ、それはね、で言われて、うん、ここでシートベルトを外してこうやってこうやって頑張ってこれやだね。あなたも運動した方がいいよ。やばいよね、一、うん、人でもやばかったよ、うん、自分に幻滅というか、まあそうだね、自分にめっちゃ恥ずかしかったの、うん、だけどなんかそれを男性の人がおるとか考えたらさ、うん、多分一緒にやるのめっちゃ嫌やろうなと思って。それは嫌、冷めるよね絶対。冷める、まあそれこそさっきのあれじゃん、うん、私運転久々でとか言っちゃきゃええよ。あー、まあ確かにね。皆さんもカエル化現象って経験したことあったりしますかでござる。皆さんもぜひ試してみてね。何よ。冷められるかどうか。ああ、そうだね、うん。それで冷めてきた男とはもう別れた方がいい。そうだね。うん。うん？うん？女でもいいけど別れた方がいい。もうよくわからんかったよ。わからんかった。ちょっともうカエル化現象って難しいね。難しいね。うん、えでも本当多分。付き合うまでが一番楽しいみたいなところあるからさ、恋愛って。まあそりゃそうだよね。うん、でその達成感でこう登れちゃダメだよっていうのが、うん、今回の教訓でございます。そうです。はい、皆さん心に刻んでいきましょう。はい。この動画に共感できたなって方はぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。よろしくお願いしますでござる。それでは以上、まるまろチャンネルでございます。ござる。バイバーイ。バイバーイ。さよなら、さらば。やばいわ、全然言わない、全然ダメだ、拙者ござる、全然やばくない手流行ったもんそれ。え、これやってる、うん、よくやってる。だこう自分のこと指すときとかなんかこんな感じでギャルじゃない、うん、いつもやってる、今に始まったことじゃないよ。